兄さん、おはようございます。おうっすみません、ちょっとお邪魔します。どうも。いやうちー初だね、うち。はい、めちゃくちゃいいお部屋だなと思って。はい、めっちゃあれすげえわ。チャラ部屋だから。チャラ部屋っすね。うん、まあ急遽ね、ちょっとお邪魔して申し訳ないんですけども。何なんだよ。ちょっとまた兼近くんが、うん、ちょっとインスタライブでめちゃくちゃおかしいライブをかましたんで。またやってんの？はい、ちょっと突っ込んでほしいかなっていうので、ちょっと見るよ。はい、うん、ちょっと用意したんで、うん、見てください。いいよね、いいよね。はい、レッツゴー、ヒューイゴー。帰ってきてからの一日をお見せします。家路、帰りながら配信しないと。自宅に到着して、家バレやばいでしょ。そこから一日の流れの兼近をお届けしたいと思います。一日の流れってもう終わりでしょ、仕事終わって。ちょっと待って、家バレするから。ちょっと家バレ怖いから。あ、今頃気にしても遅いよ。5000人も見てる。マイハウス、かつマイハウスに到着。さてと、今ね、買い物したんだ。買い物した。仕事帰りに買い物して帰ってきたのね。ちゃんと掃除物もしっかりしますよ。さあ、私は今から料理をして、うん、買い物してきたから、あ、風呂沸かそう、まずは。さあ、カネチの一日を皆さんにお見せします。カネチの一日は終わりがけでしょ。お邪魔しー、ただいまスミュージックポン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 。めちゃくちゃ喋る。しゃー、覗いた。バイザベオザメね、ご飯作るからね、うん、後ろに料理たち。もう8000人。料理じゃない、道具か。まず買ってきたのは、あいつのインスタライブこんな見んの？じゃじゃん、メガドライブミニーゲーム、ゲームゲーム。料理関係ねえ。関係ナッシングトゥーマッチオーマイゴトワザコーリン。あ、降臨してる。よいちょ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 じゃないよ。これはですね、ファンの方からのプレゼントですね。忘れてました。ちょっと置いていきます。8700。あ、つないどいて。これ2000人ぐらいしか見てないやつ。何人見てんの？とんでもない人数見てるよ。ひよってる、もう8700人に小沢が。すごい。さばけないよ。完全に途中フルで他やっぱこの真正面立てないもん、小沢。いや疲れたな。1900人。すごいね。見てる。同居人のバイザーを小沢がつなぎました。何にもできてないけど。ただいま。何もできてない。9000人も見てる。疑似彼氏ね。ただ料理するだけだよ。料理と風呂入ってっていうか、料理っつってもあれ、もっちだ、ただいまー。あ、もっち帰ってます。お帰りだって言えし。テンション酒。そうだよ。いや、今からお座りしようと思ってたんだけど。あ、そうなん、うん、すいません、俺一人のやつを。カネチ好き、おー、あ、ラビュー。こちらこそ君のために料理を作るよ。料理なんてできんのこいつ。え、料理作るの？いや、違う、買ってきた。シア料理作るぞ。おい、水直で言ってる。え、料理作るインスタライブすんの？そうだよ。今日買ったものを皆さんにお見せするよ。 R1 2個、 R1 3個。まず3個の R1。 いや、したらもう来ないやん。そしてね、さらに野菜ジュース3つ。いや、ちょ、材料が全然出てこないんだよ。ほぼ飲み物やん、はい、そして塩辛、これ今から食べるやつだね。おしんこ盛り合わせ、今から食べるやつだね。ごめん、料理できねえや。料理するもん買ってきてなかった。明太子、いや、ご飯の音もしかないやん、ね、卵、どうすんの。卵は割るからね、それだけ見せてあげる。割るだけの料理はっ。さあ、そして納豆、あ、混ぜるからね。混ぜる料理はね、朝ごはんじゃん。晩飯でしょ。どういうことこれ。そしてね、割った卵の殻でね、絵を描いちゃうよ、うん、ゴロリ。割った卵の殻で絵を描いちゃう。ゴロリの声でゴロリを呼ぶ。ワクワクさん、ワク。やったことない。そしてご飯チンする。だけよ。やったね、みんな。おめでとう。チンチンカネチ、チンチンカネチって。おい、やめろそういうこと言うの。よくないよ。さあ、これで今まだおもろいことは一回も。直瓶の水。豪快な男の料理だ。まずは納豆を混ぜるところか。あ、手洗ってねえや。ちょっと手洗ってくるわ。見る？手洗うとこ見る？あ、やった、歌見た。しょうがないね。ついてこいよ、じゃあ。
俺の後ろを見せる彼女目線でね。暗っ。はい、彼女目線、彼女目線、みんなの彼女目線、彼女目線で俺を見せる、君たちの彼女目線で俺を見せる。これやだ。たまらんだろ。え、で、いや疲れた、今から手洗うからね、ちょっと待ってね。シュッペッペッ。もう一番見てる。こんなインスタライブ。見れるとこ見れてんだよ。みんな。やったね。嬉しい。手洗うとこ見れるインスタライブ一番に見てる。はい。やってるでしょ。でここに行きまし。いい。いらんいらん手洗うとこ。俺の手洗いを。君たち。早く料理作れ手洗って。よし。金近く。むちゃくちゃシュールだな。手洗いをするのかな。クシクシュークシクシュー、お弁当クシクシュー。お弁当出てきてねえし。ここまで洗う。うわうわ、医者の手の洗い方。医者の洗い方。そんなことないし。ここまで行く、ここまで行く、うん、まさかここまで洗うとは。はっ、いや、はい、ここも綺麗にしてるよ。ここも一緒に水泳にしてるからね。ノズル部分。はい、そうだ、見えてるか。俺の手洗いはレアだぞ。あ、しゃしゃしゃ、手はね、後ろのここで拭きます。手洗いシーンに5000人、500人ぐらいだ。見れて、見せないよ、普段こんな俺。どうだ、本当に泣いちゃうだろ、この、おい。じゃあ、これ、ゆめちゃん、あ、やだこれ、これや、あ、やっぱ顔を映るとめちゃくちゃ増えるな。顔ファンが嬉しい。あ、矯正してるの見えるね。矯正だじゃん、夏のシーン。妖精だろ、わかんねえけど。じゃあね、今ね、納豆混ぜたりするから。さあさあさあ、マジでこれだけで料理する。9000人も見てんじゃん、貴様ら。何してんだよ、9000人見てる。マジ暇してんじゃん。あ、手振ってって言ってる。もう一枚あるんだ。普通にもう今から料理するっつってんだから、手を煩わせんじゃないよ。待って、男の豪快料理。何回水飲むんだ。うんうん、あ、ご飯食べるから強制外さなきゃ。強制外しとこ見たい。オッケー、いいよ。気持ち悪いな。うわー、きた。きた。うわ、気持ち悪い。はい、食べました。どうだい、嬉しいかい。嬉しくねえよ。はい、あー、強すぎた、強すぎた。水が跳ねちゃったよ。待って、あ、やっべ、料金のやつびしょびしょにしちゃった。これ大丈夫だよ、頼むよ。この街迷惑のマーメイド。はい、強制洗いました。強制のくだり、シュッシュッ、乾かす、空中で乾かす。へっへっへっ、うわっ、早く料理しろよ。し、乾きました。カチカチすな。じゃあ俺がカップ麺作るところをまず皆さんにお見せします。もっちのカップ麺作るのね。へっ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 、あ、やっべ、ごめん、もっち。お前マジで何やってんだよ。先にめくっちゃいました。うわ、やば。ごめん、違うんだよ、間違えた。2個あんだもん、ここに、ここにベラベラするやつとさ、こっち側にベラベラするやつ。ちょっと、マジでやめてくれ。ギリギリ流し開けちゃいました。ちょっと開けちゃいます。まあ開けてもいいだろ。こんな簡単なことも俺ってできなかったの。引かれちゃうよ。今のとこカットしてください。いや、ライブライブ、懐かしいよ、本当に。いいよ、俺作る。後入れのやつ先入れちゃいます。いや、後入れてんだ。ちゃんと先に、蓋の上で直前まで温めてから、え、蓋の上で、蓋してよ、これ。蓋の上で温めてから召し上がる直前にお入れください。今入れちゃいます。マジでこれで蓋にするんだ。火薬は後入れにしちゃいます。火薬は後入れです。あ、いや、入れてくれ、火薬は。はい、火薬余ったやつここに出す。あとで掃除よろしく。さっさっさ、早速ですけども、1万人見てんじゃん。何してんお前ら、暇だべ。いや、本当だよ。じゃあ冷蔵庫、あ、冷蔵庫の中見たい。内容のある配信してくれよ。冷蔵庫の中見せるから、ちょっと今 R1 を詰め込みました。冷蔵庫の中ね、こんな感じ。はい、いい店なくて、よよよ、私の冷蔵庫でーす。なんもね、あー、チロルチョコだー。は
はいはいはい、なんだねえじゃん、冷やしてやるよ、冷やしてやる、料理配信を真剣にやってる人にかわいそうだよ、知ってる、麺が冷やし、冷蔵庫から見る俺、冷蔵庫から見る俺、早く作れよ、バイバイ。冷蔵庫の中に携帯が置いてけぼりになってる、冷え冷え、あ、出た、冷え冷え、冷えました、皆さんどうでした、あ、キラキラやめてって言ってる、嫌なんだ、じゃあこれにしてあげる、はあ、これにしてあげるよ、見づらいなフィルター、にょどー、チキ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 、じゃあこれ、これだったらいいんじゃない、さてとご飯食べるよ、さてどん、ご飯ご飯、うちのご飯、さあ始まりました、うちのご飯スペシャル、あ、終わり、あ、すいません、ちょっとだいぶ、うん、内容が多すぎてまだあります、こっから多分、はい、内容、いや、でも尺は長かったけど、内容はほぼ長かった次ちょっと調理編というか、うん、この感じだったらもうできないんであと2本調理編早く入ってよ、調理、すいません、はい、頼むよ、ちょっとめちゃくちゃ多かったんではい、そしてこの卵はもう使いません、別に今日は卵食べたくなかったんですけどもね、やっちゃいましたね、あ、ラッキー、卵入れるところがねついてんだよ、この冷蔵庫はね、みんなついてるだろ、卵割れてる1個、やばっ、これ最悪じゃん、いや、お前のせいだろ絶対。